QX30 は日産が製造、インフィニティブランドで販売されている自動車である。21インチのホイール、大きなタイヤ、ホイールの開口部周辺のブラックアウトの増加、サテンクロームのフロントバンパーが含まれる。車両はジュネーブ国際モーターショーで発表され、2015年のニューヨーク国際オートショーに続いて展示。それぞれ専用ボディを持つ A クラス。 グラクラスとは異なり、Q30、QX30 は同じボディである。QX30 は Q30 をベースに車高を少し上げ、エクステリアには SUV 的な要素を盛り込んでいる。なお、北米市場において、Q30 を名乗るモデルはないが、QX30 のグレードの一部として統合された形で販売されている。メルセデス・ベンツグラクラスをベースとし、 デザインを変更したフロントバンパートリアバンパー、クレーンサイドシル、サテンクロームメッキのインサートとメタリック仕上げのボディワーク、そしてライドの高さを高めている。この車両の疲労は2015年のロサンゼルスモーターショー、2015年の公衆自動車で実現され、2016年のジュネーブモーターショーと続いた2.0リットルは7足。 デュアルクラッチオートマチックトランスミッションと4つの気筒エンジンをターボチャージャー装備で、米国とカナダのモデルは2016年の後半に、メキシコやラテンアメリカに続いて、2017年の車のモデルの年として2016年半ばに発売された。欧州モデルは2016年夏に発売され、初期のモデルには7足、デュアルクラッチトランスミッションを備えた 2.2D オード。 が含まれていた。2017年製 QX30 は、イギリスにある日産のサンダーランド工場にて生産されている。エンジンはドイツで組み立てられた。英国での QX30 の発売の一環として、QX30 の車体の半分に4 8000の、同性タックがついた、QX30 が、イズリントンビジネスセンターでの2016年ドンドンアートフェアで発表された。 2019年10月、日本国内でもインパルを通して販売を開始。ベースは北米使用者で糖カ類などを国内の放棄に合わせての販売となる。ありがとうございます。